皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さて、突然なんですけども、皆さんは、カップラーメン好きですか？まあね、いろんな種類があると思いますよね。たまに食べると美味しいですよね。で、私もね、まあいろんなカップラーメン今までに食べてきましたけども、今回はね、私が好きなカップラーメンをご紹介したいと思います。まあいろいろとねあるんですよね、好きなものだけど、やっぱりね、いろいろとある中で私が一番好きなカップラーメンはね、これです。はい、もうザカップラーメン、もうカップラーメンの王様といっても過言ではない日清のカップヌードルです。もうご存知の方多いですよね、というか知らない人はいないんじゃないかな。はい、でね、本当いろんなカップラーメンがあると思います。まあ日清とか東洋水産のマルちゃんとかね、あとは明星食品とか、あとはエースコックなんかもありますけども、まあいろんなカップラーメンがありますけども、大抵ねそのお湯を入れて、まあ火薬とかを入れてね作ると思うんですけども、このカップヌードルの素晴らしいところは、もうお湯を入れて3分待つだけ、もう全部火薬が揃っていて、おつゆとかもね入れる必要がない。これは本当に素晴らしいと思います。さすがね、日本生まれのね、食べ物ということでね、カップヌードルなんですけども、これはね、まあ一番定番な醤油味ですけどもね、まあいろんなカップヌードルにも味がありますけども、まあ定番なのは醤油、シーフード、そしてカレーね、この3つが定番ですよね。赤、青、黄色ね、このパッケージいいですよね。皆さんどの味が好きですか？私はね、まあ、もちろんどの味も大好きなんですけども、もうまさに今この並べた順で一番好きなのがこの醤油、そしてシーフード、カレー、この順番で私は好きかななんて思います。皆さんどの味が一番好きですかね？私以前このシーフードが一番好きだったんですけどもね、以前ねこういう順番で好きだったんですけども、今ねまたこういう順番に戻ってきましたね。で、あのカップヌードルも結構サイズが4種類かなあるんですよね。通常サイズのもありますし、今ここに並べてるのは全部ミニサイズなんですよ。一番小さいタイプのね、でミニ、通常、あとビッグ、キングってありますよね。まあ通常サイズでねお腹いっぱいになりますけども、ちょっと小腹が空いた時なんかこのミニサイズってちょうどいいかななんて思います。まあこれをねメインで食べる時なんかにはね、これだと1個はちょっと足りないから、そういう時にはねこう違う味をね2つ買って楽しむっていうのもいいかななんて思います。で、この3つの定番の味の他にも、まあいろんなね味のカップヌードルがあるんですが、私これ以外の味で一番好きなのがですね、こちらです。皆さんこれ食べましたね？もう何年か前に発売されてすごい話題になりましたけども、これ味噌味のねカップヌードルなんですよね。まあ、あのカップラーメンでね、基本的に味噌、塩、醤油、豚骨ってこの4種類の味があると思うんですけど、カップヌードルね、ずっとこの味噌っていうのがラインナップになかったのがね、これ発売された時すごく売れたんですよ。私も初めて食べた時この美味しさには感動しましたね。で、ここに書いてある通りね、あのご飯とかおにぎりと一緒にこれ食べるとまたいいんですよね。なので私このメインの3つの味にこの味噌を加えるとしたら、好きな順番だと私はこうなりますね。ちょっとカメラに収まりきれないから 1,2,3,4 とこんな順番にしました。一番好きなのはやっぱり醤油で、味噌、シーフード、カレー、こんな感じで、私は好きかななんて思います。皆さんはどの味が好きですか？もちろんねこれ以外のね、カップヌードルの味もあると思うんですけどもね、よくコンビニなんかではねこうやってね立てかけてね売られていますよね。はい、まあ、もちろんねこれ以外にもねいろんなカップラーメン、あとカップ焼きそばとか、今ねカップのなんだろう、ご飯とかねスパゲティ系とか、さまざまなインスタント商品があると思います。まあ普段にもちろん食べても美味しいですし、こういったものは非常食にね、取っておいてもいいんじゃないかななんて思います。お湯さえあればね、できますからね。こういうわけで今回は、私が一番大好きなカップラーメン、カップヌードルに関するねちょっとした雑談をさせていただきました。食べたいところなんですけど、今ねお昼食べたばかりでこれ取ってるので、また今度食べようかななんて思います。今度味噌味食べようかな。はい、というわけで今日はこれで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。それではバイバーイ。この度 YouTube PR 用の Twitter アカウントを作成しました。日々のつぶやきをしている私の個人アカウント、そして猫ちゃん関連の私の姉のアカウントも合わせてよろしくお願いします。